おはようございます。いやー、今日久保さんね、あのー、講義作ってましたよ、ドリアカの。夜な夜な。今日午前中講義作って、また夜も講義作ってたんですけど。いやー、大変だな。<laughs> まあまあ仕事ですからね。そう。まあやらないといけないことはやらないといけないですから。うん、で、まあブランディングなんですけど、 そのまあ、ブランディングする上で真似てたらあの始まらないよみたいな、ねまあ、久保さんの話あったと思うんですけど僕は、ね、ドリアカで真似から入れと、まあ、全部パクれと真似ろというところを言ってるので、まあ、そ,このそこについての見解をちょっとお伝えしておくんですけども最初みんなやり方わかんないんであの真似から入れって言ってます。 ただ、自分の独自性がもう自分、自分の強みが分かってたりとかね、やり方が分かってて、ある程度理解していたりとか、もちろんあの、自分の道を一本道でね、突き進める人は別に自分を貫いてもいいと思うんですけど、これね、真似から入らないといけない理由があって、あの、要は、うん、例えば、まあ、麻雀で言うならばね、うん、じゃあ自分の独自のノウハウを突き進めるよりかは、よりかは、 ま、ぶっちゃけ桜市正一さんの、なんか、うんそのやり方、考え方とか、その手法というかね、それを勉強して真似てね、そこからオリジナルを生み出していくっていう方が、僕は早いと思います。どちらかというと。いや、桜市正一なんか嘘だと。あんなやり方はなんかダメだっ,つって。俺はこのやり方なんだっ,つってね。まあ、それで勝ててるんだったらいいんですけど、勝ててないけどそれずっとやるみたいなね。だから素直にうまくいっている人をまず真似てみる。 っていうところが、まあ、初心者の方はいいと思います。うん。久保さんと僕は、なんで今このやり方ができてるのかっていうと、これね、あの、勘違いしない方がいいと思うんですけど、経験があるわけですよ。経験が。うん、久保さんもね、一番初期は言われたことを素直にやっただけなんで、で、一番最初からね、うん、久保さんの独自の隠居ブランディングが生まれたのかっていうと、隠居ブランディングが生まれたのはここ数年の話なんですよ。実はね。 最初から隠居ですみたいなやってないですから、久保さん。最初は、あの、久保です。最初、久保ですから。最初、広島の久保です。で、広島の久保から即可塾の久保、隠居の久保みたいなね、こう変わっていったんですけど。だから、最初のブーストアップに関しては、もう完全真似た方がいいです。これはおすすめとしては。ただ、例外として経験があるとかね、先ほど言った通り、例外があるんだったらそれやってもいいんですけど、ただ、 うん。間違った方法をね、ひたすら自分の貫いてね、そのマーケットと合ってないっていうね。マーケットと合わせていくってことも大事なんで。てか、自分はこうだってなったとしても、マーケットでそれが受け入れられなければ、再生数ゼロでね、俺はこうだ言うてても、しょうがないですよね。しょうがないっていうか、ビジネスにならないですよ。広告収入も入ってこないし、集客もできないじゃないですか。でも俺はこのやり方だ、みたいなね。ゼロとかね。 それは無理ですよ。ゼロのことをゼロ,ゼロに100かけてもゼロに1000かけてもゼロなんで。うんだからうそこはね、すごく難しいところはあるとは思いますけど、うん最初は真似から入ってやり方を覚えて経験値積んだ後は自分の独自性を出していく。だから、だからこのね、 バランスを反転していくんですよ。最初はマネ100%でいいと思うんです。最初はマネ100%で入っていって、やっていく中でちょっとずつ自分のオリジナル性、独自性をプラスしていって、これをどんどん反転して、最終的には自分のオリジナル100%に変えていくっていう。この、このバランス感覚のこの反転させるっていうことが結構大事ですね。うん。ずっとやっぱマネしてるだけだったら、あの、オリジナルになんないので、 うん、でもね、これ一つ言い方を変えると、パクリ商品でも売れるんですよ。まあ、久保さんも以前紹介していただきましたけど、AirPods ね。AirPods のパクリっすよね。まあ、今ねえか。この AirPods のね、チャイナ版のパクリ。これでも売れるわけですよ。<laughs> 僕は、あの、本物から買いますけど、AirPods のパクリこれでええやんっていう人はそこから買うんで。だから、これでもパクリでも売れるっちゃ売れるんだけども、長続きはね、どちらかというと、しないんですよ。 長続きって長続きというかそのなんだろうなビジネスとして考えた時にそのファンっていうかリピートですよね要はそのパクリのじゃあエアポッツであるならばどこに惹かれてるのかっていうとその会社に惹かれてるわけじゃなくてそのその価格が安いっていうところでリーズナブルで買えるっていうそこが光なので、えー、じゃあそれを出し続けないといけないですよねでつまり価格競争に巻き込まれちゃうわけですよそれだと 分かりますよ巻き込まれてますよね、だからその会社っていうのは、ずっとパクって売り続けたとしても、客単上げることが難しいんですよね、ずっとだってパクリなんで、だからアップルがこの商品出したら、アップルのパクって安く出していくっていう、もうずっとこれしかないので、あのー、安く出せなかったら終わりですよね。で、かかでさらに言うと、このいる、中国なんかすごく多いですけど、あの類似品がブわー出るわけですよ。<laughs> <laughs> じゃあその類似品のこの価格競争ですねこっち A 社, A 社がもっと安くした B 社がもっと安くした <laughs> じゃあそれじゃ売れないからまた安くするっていうもうこの泥沼合戦価格競争の泥沼合戦に入るわけですよでそうなるとビジネスって安定しないのでしっかりと自分の,あのファンをつけるじゃあ自分のファンをつけるためにはどうすればいいのかっていうとそこは最終的に自分のオリジナル性を出していってファンをつける自分のオリジナルにあのファンがつくっていうベースをつくっていくっていうのが大事ですね これはビジネスを安定させていく上でのすごく重要なキーになります。うん。はい。ということで、あの、自分オリジナルをする前にまずパクった方が早いんじゃないかなと。で、それを僕はドリアカで教えています。マネロとパクれと。うん、だってなんだろうな。経験値がないし、やったことがないし、全く分かったことはないから、うん、素直にそれをやるしかないんですよ。いきなりオリジナル出せって、多分、 ラーメンをね、例えばラーメンを一回も作ったことがない人が、いきなりラーメンのオリジナルスープうまいの作れって言うと、多分無理だと思うんですよね。だ基本ってあるじゃないですか。基本のスープの作り方みたいな。その基本のスープの作り方もわからないのに、いきなりオリジナルでね、なんかあのスープ作れみたいな。無理ゲーじゃねえみたいな。 これ、なんか、東京マガジンっていう番組かなまあ、関東でやってた番組だと思うんですけど、東京マガジンで今もやってんのかなその料理番組があって、なんかギャル、ギャルとかに、その料理作ってくださいみたいな。で、そのギャルの料理が、あの、なんか米をね、洗剤で洗う人がいたりとかね。<laughs> なんか、すごい料理を作るんですよ。 で、それを、まあ、コンテンツにしては、まあ、ずっとやってるんですけど、その、料理の基本がわからない人まあ、た、確かにそれオリジナルだけど、食えなくねみたいな。久保さん食えます洗剤で洗った米食えますなかなか空気しないですね。<laughs> 基本あるじゃないですか。うん。だからその基本って、まあ、その、ある程度の、その、あるわけですよ。だからそれをベースにしっかりと学んで、パクって真似て、やって、基礎知識だったりとか、スキルがついた上で、 でそれれ変化させていくこれが大事です、はい、もう勘違いしない方がいいと思います。最初からオリジナルは、まあオリジナル出せるけども食われないよと。米洗剤で洗ってたら食う人いないよって話で。<laughs> ね、まずは米水で炊こうぜっていう基本ですよね。びっくりしますよね。米を洗剤で洗うみたいなね。<laughs> マジかみたいなね。<laughs> はい。ということで、いってらっしゃい。